練習問題 4.5 の、解説を始めたいと思います。行列に関する次の公式を証明せよということで7問あるんですが、それを1つずつ証明していきます。まず証明をする前に、行列 ABC の IJ 成分をそれぞれ A の IJ、B の IJ、C の IJ と表す。ということを前提に始めていきたいと思います。はい、まず1番。交換則ですね。交換則で、A たす B が B たす A ということを示します。A たす B と B たす A のそれぞれの、IJ 成分を考えます。A たす B、B たす A のそれぞれの IJ 成分を考えると、A たす B の方は、A たす B では、A たす B では、A の IJ 成分を考え、A の IJ の。で、足し算なんで B の IJ 成分を考えて、B の IJ。で、また、B たす A では、B の IJ 成分を考えて B の IJ、 足すことの A の IJ 成分を考えて A の IJ と。ということでこれはそれぞれ同じになるんで、よって A たす B は B たす A ということで、行列の交換法則は成り立つ。ということで次いきます。はい、2番は、結合則ですね。2番の結合則はというと、A たす B をしてから C を足すイコール A を足し、B たす C をしてから A を足すと。はい、ということで、考えていくと、それぞれの左辺、それぞれの両辺の、IJ 成分を考える。IJ 成分を考えると、両辺の IJ 成分を考えると、A たす B たす C では、まず A たす B なんで A の IJ 成分足すことの B の IJ 成分をしてから C の IJ 成分、まあこれは A の IJ 足す B の IJ 足す C の IJ ということと等しく。でまた右辺見てあげると A たす B 足す C と、右辺の方のIJ 成分を見てあげると A の IJ 足すことの括弧 B の IJ 足す C の IJ ということで、これも A の IJ 足す B の IJ 足すことの C の IJ ということと等しくなります。ということで、よって括弧 A 足す B 足す C イコールA たすカッコ B たす C というこの、結合則が成り立つということになります。
はい、では次3番。3番。C 倍の括弧 A 足す B イコール、CA 足す CB と。っていうのを先にやりたいと思います。まあ、これも基本的に、まあ、両辺の IJ 成分を考えましょう。両辺の IJ 成分を考えた。両辺の IJ 成分を考えると、両辺の IJ 成分を考えると、まずこっちの方、C の括弧 A 足す B では、どうなるかというと、A 足す B をしてから、まあ、C 倍するということから、A の IJ 足す B の IJ をしてから C 倍すると。で、これっていうのは C の AIJ、C の AIJ 足すことの C の C 倍の BIJ ということと等しくなります。で、右辺見てあげると、C 倍の A 足すことの C 倍の B イコール、C の AIJ 足すことの C 倍の BIJ ということになるんで、これ、両辺とも等しい。両辺でイコールになります。ということで、よって C 倍の括弧 A 足す B イコール、C 倍 A 足す C 倍 B ということで、これが等しい。で、3番の2つ目。3番の2つ目は、C 足す D を足して、まあ、A 倍っていうのが C 倍の A 足す D 倍の A というと等しい。考えると、これの、まあ、両辺の IJ 成分を考えます。IJ 成分を、考えると、考えると、まず C 足す DA っていうのが、C 足す D の A の IJ と IJ 倍になる。ということで、で、これイコール C 倍の A の IJ プラスの D 倍の A の IJ となります。で、続いて右辺考えてあげると、C 倍の A 足す D 倍の A イコール、C の A 倍 IJ 足す B 倍の A の IJ と。ということで、両辺の IJ 成分が等しくなったので、よって C 足す D 倍の A イコール C 倍の A 足す B 倍の A と。いうことが成り立つ。では、次いきます。はい、次、4番。CD 倍の行列 A と、イコール C カッコ D 倍の A と。で、考えてあげると、まあ、これもそうですね、両辺の IJ 成分を考えると、はい、考えると、まず CD 倍の A では、まあ、CD 倍して A の IJ 成分をした。これっていうのは C 倍 D 倍 A の IJ、まあ、括弧取ってもいいと。で、右辺見てあげると C の括弧 D の A ではどうなるか。C
倍の括弧 D の A の IJ。 これも、まあ、括弧を取ってよくて C 倍 D 倍 A の IJ よって CD 倍の A イコール C